はい、どうもということで今回はそのぐらいで扱いたかったな。サメから出た武器だけ縛りやってきまーす。キャラクターが新しくなってからサメからどんな武器が出るのかわかんないから、え、それ俺の、あざーす。こいつ見つけれてなかったな。何出るんだろうね、サメから。今のところ何武器縛り系、俺レンジャーアサルト1本とオートショットガンの何強化前のオートショットガン縛りだから、楽しい武器聞きたいな。テントから出た武器だけ縛り、テントから出た武器だけ縛りはどうですか。なしか、まあ、とりあえず白回復として持っとくわ。あ、そうだ、サメ倒すためにちょっと武器使わないと、さすがに。さすがにね。サブマも持って。ちょっと待ってくれ。君たちに使う武器じゃないんだ。この武器たちでサメを倒さなきゃいけない。おお、人間を殺す用のものじゃないんだ、この武器は。サメってその池からしか出ないよね、ログジャムの。ログジャムどこ？あ、後ろだわ。マップ知らないですよね。これ引っかかるんだ。いや、ちょっと待って。だから、後で殺してあげるから。まあ、こうやってたらね、多分いつかミスるんで、敵は。ちょっとこう簡単すぎるな。しびれを切らして撃ってきましたね。まあ、これで逃げれたし、いや。さすがに倒します、この人は。サメ殺すまで自由にやらせてください。ちょっとしつこいです、お兄さん方。あいつはいいや、早くサメ倒したいのにさ。あ、いるね、サメちゃんと。こっち来い、サメ。やだ、これヘッドショットとかないの、サメに。金武器は絶対出ないじゃん、これ紫色だから。何出た。はあ、一番出てほしくないやつ出たよ。マジかよ、スナイパーだけは絶対に出てほしくないって思いながら撮影始めたのに、本当に出ちまった。これ難易度ガス管縛りと変わんねえよ、これ。今シーズンスナイパーめっちゃむずいもん。絶対当てんだよ、これ。ポーションを少々。190死なないのやばい。これヘッショ当てて死なないのやばい。ヘッショ当てて死なないのはどうかと思いますよ。運ゲーじゃん。スナイパーヘッショ当てて死なないとかどうすればいいん。なるほど、あ、こうやって腰ダメでヘッショ当てていけばいいのか。あー、簡単だな。なるほど、2回ヘッショ当てなきゃいけないらしいです。サメ他に湧いてる場所ないっすか。誰か教えてくれます。え、もう1本湧くじゃん、もう1個。はい、スナイパーはもう十分見せ場作ったので、まあ一応持っとくけどね。こういうサメ。あのサメ、バグ？こっち来ないの。何出るかな、あれ。あれも紫のサメだよな。え、HP 削れてないじゃん。おとなしめのサメだな。このサメ来ない。敵が来た、嫌なタイミングで来たわ。さあスナイパーの次は何が出るか。レンジャーサルト。
もっとマシなやつ出してくんないかな。スティンガーかポンプか MK7 なら何でもいいのに。ハープンガンでもいい。キューティゴー。シロー。ジャンボスゴー。うぅ、捕まえた。やば。今のフルピースは、やばすぎる。屋根フルピース初めてしたわ。チャグスプくれ、ジャンパと。ジャンパじゃなくてアーマードウォールが出ることがあるんだ。逃げてきたやつじゃん、こいつ。これ使えてー。スパイダーの糸補給してきます。この2打目なんちいけるっしょ。2打目ならいける。早速敵が、あ、ボットだね。50発ぐらい残ってるやつがあるから、それ取りに行こう。A few moments later. あだし、白川いないじゃん。ガズルある。今ガズルの評価高いと思う。ダメージ食らわない限りこの速度で回復できる。いや、速くね？ヒットより強くね？いきます。紫スナイパーでも楽しいな。今シーズンスナイパーヘッドワンパンはできないけど、なんかおもろいわ。弾出るまでが早いんだよね、覗いてから。ボールスナイより当たんねえのかよ。いや、積みすぎー。あれは行きたくなっちゃうね。いい。